ベンガは韓国のキア自動車が製造、販売していたトールワゴン型の自動車である。2009年秋のフランクフルトモーターショーにて発表され、同年11月から生産が開始された。同年春のジュネーブモーターショーで出展されたナンバー3コンセプトの市販モデルにあたる。スタイリングはフランクフルトのヨーロッパデザインチームによって手掛けられ、キアの新しいトレードマークである。 タイガーノーズグリルも採用されている。ベンガはドイツのイフデザイン賞とレッドドットデザイン賞を相次いで受賞している。2010年9月にはパリモーター賞にて姉妹車のヒュンダイ920が発表され、翌10月から生産が開始された。エンジンはガソリンがガンマエンジン、ディーゼルが U2 エンジンを採用している。 トランスミッションは5速 MT と新開発の6速 MT、それに4速 AT が用意される。プラットフォームをキアソールと共有しており、サスペンションはフロントがマクファーソンストラット式、リアがツイストビーム式となる。このほか、EV 化したコンセプトモデルが2010年のジュネーブモーターショーで出展されている。ベンが 920の生産は当初現代自動車のチェコのショビツェ工場にて行われていたが、ベンガについては2011年10月に、キア自動車のスロバキアジリナ工場に移管された。ありがとうございます。